こんにちは、あるいはこんばんは、整体院ワンドグループです。はい、ということで今回はですね、私たちのチャンネルを見ている皆さんは何でね、このユアンド TV を知ったのかと。おそらく大体の方が肉長もらんまの YouTube チャンネルから私たちを知ったんではないかと、秋代スケベを知ったんではないかと思うんですけれども、その肉長もらんまのチャンネルが活動を休止ということで、めいちゃんの活動休止に伴って肉長もらんまの動画も止まるということです。最後の動画ね、この動画にもちょっと貼らせてもらいますけど、あのチャンネルがなければあの YouTube が伸びなかったとかいうレベルのことではなくて、お店がなくなるところでした。どのぐらいひどかったかっていうと、2019年に初めてコラボ動画、まあ、出演する形ですけども、させて出させていただいて、その時に You&TV は172人だったんです、チャンネルの登録者が。でそこから1年間ずっと登録者が増え続けて6000人ぐらいまで増えて、それで翌2020年、皆さんもよくご存知かと思うんですけども、コロナ禍に突入していきました。2020年4月東京都緊急事態宣言出されました。我々はそれをゆりこショックと言います。別にあの人のせいじゃないんだけど、そこで何が起こったかと言いますと、特にこの東京にある荻窪店のが大打撃を受けてしまいまして、ベッド数が4つに対して出勤人数が1人で週5日空けてれば十分済むぐらいの患者さんの量まで激減してしまいました。はっきり言って終わったなと。はい、飲食店には国からのサポートがあったんですけども、この業態大会医療扱いとされてですね、こんだけ近距離で接触するのにもかかわらず、お店を閉めてくださいというあれがなくて、言ったらまあサポートするというシステムもない状態になってしまいました。あの年の7月に荻窪店は更新だったんですよ、契約の。もう正直これは契約解除した方がいいんじゃないか状態です。どのぐらいみんなが追い詰められたのか、リアルなところ郷先生お願いします。まあ、僕なんか家族もいるんで、まあ、稼がなきゃいけないという部分もあるから、何かをしなきゃいけないということなんですけど、その当時ウーバーイーツとか、まあ、流行ってバイトしたりとか、なんかトラックの運送業なんか探さなきゃいけないかなとか、まあ、とりあえずはその辞めるつもりではいなかったので、何かで、負担しなきゃいけないなという部分はすごく感じてました。週何日かウーバーやろうかなとか、でもう一人やっぱり追い詰められたのが秋代先生。どのぐらい追い詰められたのか、リアルなところ言ってあげてください。僕本当にちょうど住宅ローンを組む話をしていて、まあ、長女が生まれ次女が生まれるっていう話があるところでの、次女が生まれるタイミングだっけ、の時です。お腹にいる時です、のタイミングだったので、正直まあ、僕前職が製造関係の、まあ、経営者やってたんですけれども、まあ今よりも年収取れてっていう仕事で、前職戻りたくないけど製造関係も戻んなきゃいけないかな、どうしようかなっていうのが本当に瀬戸際でした。まあ、ギリギリだったね。本当にギリギリでした、うん、はい、本当にまあ家族のためにやっぱり自分がやりたい仕事ではなくてっていうのを、うんうん、本当に考えなきゃいけないところまで来てました。1店舗畳んでシフト制にして来れる人、なんかバイトとかをさせてもらって、まあ、辞めたくないっていう気持ちあった人もちょいっぱいいたからって思ってたし、本当にはもう終わりそう、マジで、あ、こうやって店って終わっていくんだなっていう、自分にはどうしようもできないことでこうなってしまうのかっていうのをもう如実に感じた2020年の4月。でそこで、そしてコラボ動画が6月の25日に公開されました。この動画も6月25日に公開していると思うんですけれども、この動画は私たちにとっての肉チョモ記念日ということになります。コメントの方で書かせていただきましたけども、もう本当にもう感謝しかない、もうそれ以外の言葉が見つからないです。はい、初めて来た時は郷くんがね、めいちゃんの施術を担当したんでね。そうですね、うん。でその後僕が担当して、まだ渋谷もあった頃でもね、クォーツタワー店っていうのがあって、で院長 YouTube 出てくださいよみたいな、はい、当時の肉長も最初コラボした時はほんと4万人ぐらい
のチャンネルだったんだけど、あれよあれよとね増えていって、ね、そしてピアアリーナ MM で、ね、ライブを行うぐらいのすごいチャンネルになっていったということで、まあ、それもあるし、肉チョモのファンのみんな、チョモラーの皆さんがですね、みんなで来てくれたこと、その動画を見て、おかげでもう本当に助かった、もう畳まずに済んだ、マジで、はい、家をね買った人たちもいるし、子供が生まれた人もいるし、はい、もう本当にギリギリの瀬戸際のところでコラボ動画出してもらえたんで、何かあればいつでも手伝いますと、はい、たとえレディーゴーだけ言ってくれって言われても僕は行きました、はい、もうそれはもう恩はもう返しきれないぐらいの本当大きな恩を受けたので、はい、今でもそのように思っています。痛くなんかもそうだもんね、子供が生まれてうんぬんだったと、ね、あ、そうですね、そう生まれたばっかり、いや本当焦ったね、でもね、あの時はね。それで6月のその25日に動画公開されて、でそうすると8月の、予約が開放された状態で、本当にその一人でお店回せるぐらいの予約状況だったから、俺たちが何も考えてなくてね、フル開放してたんでね、予約をその1回の動画、コニーちゃんに成立してその1回の動画を見て、2ヶ月1時間ぐらいで埋まっちゃったんですよ。で立て続けにうちのチャンネルの動画が出て、そして今度めいちゃんとゲロコに成立するのが3連チャン出たわけです。もう念押しですよ、最高の宣伝やん、はい、マジで本当にね、いつもね、いや恩人なんてみたいなこと言われるんだけど、はい、ずっと恩人だと思ってるんで、もう足向けて寝れないんでね、いつもケツ向けて寝てるんですけども、おいということなんです。感謝の気持ちは本当一生忘れないつもりでいますので、もしねあそこでコラボ動画が、その特に2020年のあれが出なければ、まあ、おそらくチェルシーもモッチーもうちに来てなかったかもしれないし、逆に言うと店そのものが最低1個は消えてました、はい、もう2019年の段階で渋谷のクォーツター店からも撤退したいということでもう抜けてたんですけど、2020年の4月引き継いで新しく院長で始めたヨッシーの店はコロナで閉店してしまったぐらいなんですよ。そのぐらいユアンドの施術皆さん受けた人はすごい効く、あえて動画で言ってくれてたのもその付き合いで言ってくれたんじゃなくて本当に変わるからっていうんで言ってくれてたんだけど、それだけの技術力を持ってしても潰れてしまったんです、1店舗は。ヨッシーはそのかなり高い技術を持ってやってたんだけど、もうそういう問題じゃなくて人が動かなくなってしまったんですよね。めいちゃんは本当にゆっくり休んでもらいたいなと、はい、もうファンのために身を削る思いで頑張ってたのが証拠ですからね、休まなきゃいけないぐらいまで頑張ってたんだっていうことを、活動者が歩みを止めるっていうのは本当に勇気がいることなので、はい、それを、まあ、私たちはね尊重して、そしてこう待っていたいなと、はい、ずっと待ってますんで、ほんとしっかり休んでください。まあね、これからなんか復活してなんか手伝ってくれって言ったら僕らは何でもやりますんで、大体僕以外のスタッフは全然下半身の露出とかも全然いけるんで、はい、なんかあったら声かけてくださいってことです。勝手に言っちゃってくれて大丈夫です。俺頑張ります、心のことないですしめじですが出してくれそうです。じゃあね、最後に一言、アキオスカベワオアキオスカベということで、こいつが店出したのはそういうのもありますんで、あの頃予約取れなかったと思うんですよ。もう本当バッと埋まっちゃったせいで、こうギリ通ってた人たちも予約取れなくなっちゃって、で予約が全く取れない店っていう状況になっちゃって、もうそれが 2年3年ぐらい取れなかったよね、まともには。で今はねもう少しやっぱ落ち着いたの でそれこそあの南越谷店の方もできたのでね、はい、まあ、あのもう卒業しちゃいましたけど、あのレッドなんかも宇都宮でユアンドの施術学んだ施術はあのそのまま使えるようになっておりますんでね、ちょっと興味があった人とか、はい、あの動画見て行ってみたいなと思ってた人はね、この動画を機にまた思い出してもらえればなというのもありますのでね、ぜひお待ちしております。えいちゃんは多分今頃もう仕事がしたくて俺はもう歌ってみたとか撮ってんじゃねえかと思ってんだけど、あいつはワーカホリックだろ。あれですね、俺あのコメントで書いたんですけど、うん、あの遊びで困ったらいつでも、あそうだ、ね、僕たちに言ってください。こっちは黒い遊び、こっちは健全な遊びを用意しておりますので、はい、いつでも聞いてください。
あ、僕はあのゲロ君のね施術であのライブに行ったりもするので、ね、まあ会うことはあると思うんですけど、ね、はい、ということで中で言ってきますよ、コメントに書いてあること書いててくれれば、はい、ということでよろしいですか。本当にチェルシーよろしいですか。はい、いいの、うん、十分満足したようなのでここら辺で動画を締めさせていただきたいと思います。しっかりめちゃ休んでください。はい、ご視聴ありがとうございました。